ュルがオイラたちを持ってるみたいだな。ちょうどよかったです。寂しいですが言わなければなりませんね。しばしの別れよ、同行者。あなたは勇気を見せてくれた。この風もあなたを讃えるために吹いているわ。なんで急にお別れなんだ。大隕石のせいで昏睡現象がひどくなっています。各地で人手が不足しているようです。お嬢様と私は患者たちの世話を担当するゆえ、あとはお任せします。さようなら。あなたは最高の聞き手だったわ。普段私と一緒に行動する冒険者たちは多くいるけど、そのほとんどがオズの偵察を目的としてた。今回の旅は素晴らしい冒険の旅だった。こっちだって最後まで。ん？フィッシュルの話し方いつもと違くないか？ふむ。ついうっかり普通に話しちゃった。つまり勇敢で知恵のあるあなたたちならどんな困難だろうと梅雨と消えるでしょう。オズの通訳が逆になってるぞ。あなたたちなら真実にたどり着けるはずだという意味です。そうよ、この皇女の従者だもの。断罪の騎士よ。みんなを闇から光の地に連れ戻すのよ。誰が従者ですか？またお会いできる日を楽しみにしています。すべてが終わった後、酒お茶。はあ、いい協力者だったのに。それよりいいお知らせです。新たな発見がありました。大隕石から採取した砂塵を占いに使ったところ、とある情報が見つかったのです。この隕石には1000年以上の歴史があり、レーナルドは昔の人であることが分かりました。隕石は彼の意志を運び続けました。つまり1000年以上もの間、彼の願いはまるで弱まることがなかったのです。山頂に登りたいと絶望する人間、きっとあなたと同じ冒険者だと思います。冒険者？通りで雪山に登りたがってたわけだな。今までは時間をかければ答えを導き出せていましたが、今度は考えを変えて根本から問題を解決しないといけません。そうだな、今はそのレーナルトってやつを調べるべきだな。ええ、もし隕石に願いが乗せられているとなると、フィッシュルの言った通り、それは呪いです。まさか先に言い当てられるとは。まあいいです、優秀な先生術師はこれ式のこと気にしませんから。とにかく呪いを解きましょう。おう、昔の冒険者を調べるならまず冒険者協会に行こうぜ。
名前の冒険者は何人もいましたので特定はできませんね。ですがレーナルトという方が書いた本を知っています。一度図書館に行ってみてはどうでしょう。ほしとし、行こうよ。瞬く、はっ！
行こうよ。レーナルト、レーナルト、あった！レーナルトが書いた本は図書館1階の北西側にあるらしいぞ。北西、あっちだな。冒険者手帳、山と海の書、作者レーナルト。でも足りないページがあるぞ。全然わからない。まさか無駄足になるなんて。あ、そうだよな、そうしよう。見せてください。まあそんなことだろうと思いました。普通の先生術師ならここで諦めるでしょうね。しかしこのモナは未来の先生術を担うもの。これぐらい造作もありません。不足している部分を正版で推算して解読すれば。読み終わりました。どんな内容なんだ？想定通り、レーナルトは2000年前の冒険者です。とんがり帽子山という雪山に登るのが彼の夢でした。2000年前？じゃあ、あの隕石はそいつの命の星座？彼の命の星座は
ある原因で召喚されました。この点に関してはファデュイが関係してると思います。確かにあいつら変わったことばかりするからな。隕石にある元素力は暗示という形で周りの住民に影響を及ぼし夢を見せました。私の考えが正しければ隕石の中には核心のような存在があるはず。それがレイナルトの精神の結晶です。仮に私がレイナルトでしたら、きっと夢見ていた場所に行こうとするはずです。とんがり帽子山にあるってことか。でもどこだ、聞いたことないぞ。私も初めて聞きました。本にあった地図と今のモンドの地形を比較すると、とんがり帽子山はもう存在しないことがわかります。雪山が消えるなんてことありえるのか。風神バルバトスは人々のために氷雪を飛ばしモンドの地形を変えたと、そう本で読みました。かつての山は海に沈んでしまっているのです。しかしそれほどの高い山であれば、海中に沈んだとしても何かしら痕跡が残ります。その痕跡とは海面から顔を覗かせる山頂部分です。そして今の名をマスク礁と言います。これがとんがり帽子山ですか。小さくなりましたね。先客がいるみたいだぞ。ここは観光名所なのか。あ、お前。うお、お君たちが。あの様子、まさか夢から覚めたばかりか。自力で目覚めるなんてありえないです。君たちにできないことが僕までできないとは限らない。一歩遅かったな。僕の研究はもう終わった。やっぱりファデュイの仕業だったのか。そうカリカリするな。今日は時間がない。また今度にさせてもらうよ。今まで雪山の夢の中にいましたよね。レイナルトのことはどれくらい知っているんですか。レイナルト、何のことだ。まあいい、今は雑魚を気にしている場合じゃない。気づいてしまったんだ、恐ろしい重大なことに。あ星空自体巨大な嘘なんだ。星空が嘘？どういう意味ですか。モナの先制術を否定する気か。でもそこまで言わなくてもいいだろう。それに夜に空を見上げれば星が見えるじゃんかよ。それが嘘なわけないだろう。甘い、甘すぎるよ。ま、君のせいじゃない。少し前まで僕もそう信じてたから。少し前まで。
それって君たちの話に付き合ってる暇はない。道化のやつ、こんな任務を僕に任せて事前に発見の可能性を教えないとは、僕を驚かせたかったのか。今から真相を確かめなければならない。失礼するよ、青二歳ども。どこに行ったんです？今青二歳って言いましたよね。私を甘く見るなんて、天才の怒りを教えてあげます。私を怒らせた罰です。当然です。パイモンもそう思ってますよね。ねえ。そうだな、モナがいなかったらもっと大変な目に遭ってたかもしれないしな。うん、聞こえてますか、ファデュイの執行官、悪者め。でも先ほどの彼は嘘をついているように見えませんでした。師匠が先生術を教えてくれた時に言っていた偽りの空には他の意味があるのでしょうか。少し考え事をしてました。さあ仕事しましょう。槍に磨きをかけるよ。ああ、これが革新艦？他の隕石とは少し違うな。なんか明るい感じ。この石から凄まじい元素力と意志を感じます。革新で間違いありません。ええ、壊さないとみんなは目覚めません。この革新が事件の根源ですから。縄があれば山は登れる、いかだがあれば海は渡れる。40歳までわしはあらゆる秘境を踏破した。とんがり帽子山はわしの冒険を終わらせた。いや、それだけではないかもしれない。わしは年を取った。かつてわしは幾度も山の麓で果てしない雪に敗れた。それはまるで弱点のない獣、世界の残酷さそのもののようで、わしは怯えた。勇気を失った冒険者は高い山を登れなくなる。わしは山登りをやめ、大きな夢を見始めた。人類は自然を征服するために道具を発明する。そして何度も何度も改善を重ねる。足でたどり着けないなら道具を使うのだ。道具でできないことは翼に力を借りよう。親愛なる友よ、この未完成の翼の設計図は託したぞ。未知を前に人類は力を合わせる。生きていれば人類にたどり着けない場所などない。わしに残された時間は多くない。長風はまだ訪れない。しかしわしらは、あるいはその子孫、弟子、
友人の中に。そこへたどり着ける者は必ず現れる。こういうことだったんですね。人類の信念が千年間も存在するとは。ああ、先生学はやはりすごいですね。なんで急にそんな結論に？星と交流することで、全ての秘密が見えるからです。もちろん、それができる先生術師はそうそういませんが。急にどうしたんです？そういえば、フィッシュルは不思議な人でしたね。だよな。なんというか、その…確かにそうだけど、よく考えたら、彼女のまさか間違った方法で正解にたどり着けるタイプの人？そうかもしれませんね。ただとんがり帽子山が小さな島になってるなんてな。かつての山が小さな島になって、船に乗れば簡単に行けるようになりました。誰でもとんがり帽子山に登れるってことか？レイナルトはそれで喜ぶのか？きっとこんな結果は予想外だったろうな。翼を手に入れた人々はもっと遠くへ、高い場所へ行ける、未知を発見できる。さあ、隕石の核心の処理も終わったし、眠った人たちも目が覚めてると思うぞ。これで冒険者協会の依頼を無事完了したってことだな。取るに足らない。さようなら。ゴマ！取るに足らないわ。降参しなさい。
急がないと。
星とし。無事今日の依頼。行こうよ。取るに足らないわ。やその命いただいたわ。師匠の技を食らいなさい。
取るに足らないわ。いや、その命いただいたわ。無駄な時間。